どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左を描いてます。今日はですね、アントレース、アパレルのアントレースの方で、展示会をやってまして、で展示会過去に2回目なんですけど、2022の SS と、今回 AW2 回目になります。で基本的になんかバイヤーさん向けとか限られた身の回りの人を呼んでのやつなんですけど、そういったものをお披露目するという感じで、ちょっとじゃあ軽くこんな感じで、ちょっと洋服のディテールはねまだちゃんとお見せできないんですけど、こういう感じでやってます。アントレースの椅子とか、まあ、こんな感じで、だからもう1から10までアントレースでいろいろ作ってやってるんですけど、これがあれですね、前動画で触れた最強のキャップ、うん、今かぶってるやつ、はい、パターンが最強なんで、割とそのずっとキャップ探してて、いろんなキャップ今までかぶってきましたけど、もうダントツでこれだなっていうのが作れました、うん、はい。今期からの展開、SS からなんで、初っ端3回に分けて、今週末から3回に分けてドロップしていくんですけど、それのどこかで出す予定なんで、楽しみにしてください。でここまでがもう、てかアイテム数多いよね。そうっすね、すごいよね。まあバーッと見てもらって、でここまでは今回の AW で、こっちが今週末ドロップするSS の、まあ、ファーストドロップというか、ちょっと後で説明します。1回目もここでやらせてもらったんですけど、すごい場所も立地もいいし、着やすいし、まあアパレルの人も着やすいというか、中目黒なんでいろんなところが来てくれてます。でまあどこに置くかは多分まだ動画で言えないんですけど、まあ、結構有名なセレクトショップさんとかでも今回からアントレース取り扱っていただけるということが決まっているところもちょくちょくあります。で今回のこの AW の展示会でももちろんそのバイヤーさん明日とかもずっといらっしゃるんですけど、まあ、そこで洋服の魅力を実際見てもらって卸先が増えていくっていう感じになってきます。なので多分動画見てくださってる方のほとんどはまだEC で多分買ってくださってる人は EC とかで買ってくれてると思うんですけど、これから実際に手に取って見てもらえる機会も増えていくと思うんで、その辺もちょっと楽しみにしてほしいなと思ってます。好きなショップとかに入ってくるんで、めっちゃ作ってるじゃん、うん、めっちゃ作ってるから、普通に俺がプライベートでセレクトショップ行って、あこれいいのどこのって言ってアントレスっていう可能性も今後出てくるっていうので、それぐらいもうそういうのと並べても何の遜色もないっていう気持ちで作ってるんで、楽しみにしてください。バイヤーさんの手前というか、まだ関係者しか見れない状態なんで、一個一個最新作は紹介できないんですけど、もう一貫してそのイージーケアというか機能性と、まあだファッションかっこよさ追求してるのは当然なんだけど、そのイージーケアとか機能性、まあシワになりにくいとか、シワになったとしても自宅で洗濯できて干しとくとシワ勝手に伸びるよっていう素材だったりを選んでるんで、そのアパレルブランドのすげえかっこいい洋服買ったんだけど、なんか部屋で着るともったいないみたいなのってあるじゃないですか。そういうのになんないように、部屋でもガシガシ着れるし、仕事でも着れるし、きれいめで仕事でも合うし、レストランとかでも合うし、遊びでも合うっていう、子供と一緒に公園行く時もこれでいいしみたいな、そういう洋服ばっかなんで、結構そういうのが場所を選ばないっていうのがおすすめですね。だから本当にクリエイターのための寒いというか作業着というか、まあ、アントレーズってもともと左引きのエレンに出てくるその最強のクリエイティブ集団、神谷雄介率いるアントレーズっていうので、もともとその名前がフィクションの中で生まれて、でその名前を冠した彼らが着てそうなアパレルブランドっていうので始まった企画でもあるんで、なんかそれに恥じないコレクションがやっと今期の SS から始まると思うので、楽しみにしてください。投げよ。いや、切りますけど。コレクションでやってるのは、まあ、普通コレクションラインとか呼ぶと思うんですけど、僕らはベーシックラインって呼んでて、本当にトレンドとか問わず、本当にベーシックになるような洋服。僕もこのスモックとかずっと
セットアップできてるんですけど、なんかこれがまあベースというか僕らのベーシックっていうので作ってるんで、クローゼットの一軍の、しかもデイリーユースでイージーケアで毎日着れるよみたいな感じで、ぜひご検討くださいということで、じゃあ、今週末から始まる2022年セールスのファーストドロップの紹介をちょっとしたいと思います。おはようございます。オープレスの木村です。今回、来週25日に、今週か25日ドロップが全部で5型あります。まずはヘビーウィットのホットのロングスリーブ、まあ、ロンティーですね。ロンティーです。すげえ厚手なのね。そう、これ本当ね、 T シャツとスウェットのちょうど中間ぐらいの空間で、うん、やってますね。はい。で、電軸の厚めの、ド詰めのタイプを使ってます、うん。で、このリブだったりとかがですね、外の立ち切りになっていて、うん、なかなかそこでちょっとギミックが入ってる感じに。まあ、すげえ平たく言うと、ちょっと裏地っぽい。そう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 。で、ボックスシルエットで、あと特徴の一つは、ポケットついてます。そうですね。で、若干そのラウンドしてるような形になります。これが全部で4色展開。意外に展示会をして反響の良かったのがグリーン。グリーン結構トレンドカラーですよね。そうですね。なんかいろんな。うん、次が、スウェットパンツ。出た。出ました。ずっと楽しみにしてたやつ。腰絞れるし、っていうね。そうですね。で、今回ロゴはついておりません。で、結構渡り広めに撮ってて、で、これがスーピマコットンっていう、まあ、高級綿を使ってるので、履くと結構スウェットパンツって履いていくと膝にどんどんちょっと膝が出てきたりとかするんですけど、うん、これは、まあ、全くっていうのもあれですけど出づらいパンツになってます。で、肌触り着心地はめちゃめちゃいいです。このさ、これがタック、はい、ここはいいっすよね。このドレープが入るからすごい綺麗になる。結構タックも深めに入れてるので、この広がり方がちょっと特徴的にはなるかなと思いますね。本当ロゴ入れてない理由でもあるんですけど、形がめちゃくちゃ綺麗なのできちゃったんで、なんかもはやね、なんかいらないかなっていう。そう、もはやもう、ね、最先端じゃないそう、この高級綿って結構その糸がすごい長いものを使ってるんで、結構普通のスウェットパンツって割と短めの糸を使ってるから、結構そのちょっとチクチクしたりっていうのがあるんですけど、これはないですので一生履けます。次、アウターが2方登場されます。そのうちの一方、ジップカーディガン。やばいでね、これがすげえ楽しみなんだよな。こんな感じで、うん、はい、これポリエステル100のテフロン加工されてるので、撥水はもう間違いないんですけど、撥水油とかも弾くし、汚れついても拭き取ればすぐ取れるような、あの加工になってますので、これめちゃめちゃいいです。ちっちゃい子供いても安心。そうそうそう、ダークネイビー、ブラック、ふかふかしてるカーキの3色展開ですね。結構なんかいろんなものの上に着れるっていうか、パーカーの上でももちろん着れるし、アトレスで他にも出す、こういうジャケット系とかの上に羽織ってもいいっていう感じで。そうそうそう、こういうハイネックの上に羽織ってもいいし、フーディーも着れるしっていうところで、結構身幅ゆったりと、これもラウンドしてるので、そうが、また表情が変わってくるのと、スピンドルでこれも絞って丈調整を込めていきたりしますね。このスピンドルがなんか結構アントレスらしいですよね。そうなんだ。あと、この部分はこういう感じで、スナップボタンがついてるので、結構作業するときとかに腕まくって下がってくることが結構そのアウターによってはあるんだけど、これで止めることによってしっかりここで止まってくれるので、作業するときもすごい楽と。洗い物するときね。あ、そうそうそう、洗い物ね。という感じでございます。そうですね。カーディガンはね、結構ダートクも買った。多分カッピー全身。2色買ったか、うん、これも2色買った、うん、僕らも買ってるんでね、ちゃんとちゃんとっていうか、はい、これが、同じ素材、さっきのカーディガンと同じ素材の、クローバージャケットで僕らは呼んでるのは、うん、アヌラクですね、はい、
これも同じ素材で撥水撥油、あと汚れにうん、スリーボンラグラグになってるので、あの肩の切り替え気にせず、これブラックとダークネイビーの2色的。ごめんなさい、こっちネイビー、はい、こちらネイビーですね。まずポケットがフラップポケットと、あとねもう1個後ろにサイドにポケットが、ね、ついてます。こっちも使えるし、こっちも使えるし、これすっごい便利です。これ便利ですね。これめちゃめちゃ便利なんで、はい、あるないか頼みます、うん、本当に機能性のデザインだから、うん、そのかっこいいのはもちろんなんだけど、すげえ使いやすい。これはロゴ入るんですか？はい、アウターはロゴ入ります、うん、はい、でもまあ申し訳程度というか、はい、そうです、控えめに入ってます、うん、で、まあ、こうやって立ててもいいし、中にこれボタンこれ閉めてちょっと折り返して機能して、うん、ここの中のボタンが見えてくるので折ってもいいし、まあ、インナーとか気分によってそこは、うん、はい、折っても立てても開けてもいいっていうところで、いろいろ、まあ、あえて今黒を入れてますけど、まあ、同じネイビーでももちろんいいし、いい、いいよね。ああ、めちゃめちゃいい、はい、いいでしょう、うん、いや、テンション上がるんだよね、やっぱアントレス着ると。いい、上のカーディガンがノーカラーなので、その分やっぱこのアノラックのスタンドが目立ちますよ。そうね、うん、だから今度出るあのフーディーって呼んでないか、あのアウターのジッパージャケット、ジッパージャケットとかでももちろん合うし、だからカーディガン1個持っていくと、うん、今後のアントレースにいろいろ合わせやすいっていうのもある。いや、本当その通り、うん、結構僕らはこういう感じでレイヤードして着るような提案を、まあ、そうですね、してますし、これからもしていくので、うん、はい、この中あの重ね着って結構難易度高いイメージあるじゃないですか。でもなんかその、うん、アントレースだとセットアップで上上下揃えるのももちろんだけど、こう重ね着でもまあ同じバンドだからっていうのはもちろんだけど、うん、結構レイヤーする想定でいろいろ作ってるんで、そうですね、そこも楽しめるかなと思って、うんうん、シーズンまたいでも多分使えることができるので、うん、そのレイヤードの仕方は多分アントレースとしてはそうですね、ずっとやってるかなというところでございます。はい、はい、で最後、もう一瞬で過去完売したあの伝説のラップバッグ、見た目以上にめちゃくちゃ入るんで、ここがガボって開いて、もう何でも入るよっていう。結構スポーツするメンバーが多いんで、あのもうバスケットボールからバッシュから入れても全然大丈夫っていう大容量。そうですね、この中に僕もバスケ行くときはバッシュボールウェア全部入れます。で全然入ります。で中にこういう感じで見えるかな、 PC スリーブが結構深めに入ってるんで、はいはい、うん、PC スリーブもあります。でサイドのポケットもついてるんで、ここが独立してくれてるんで、ここにお財布入れたりとか、はい、あの小物入れてこともできますね。いいよね、うん、この普通にあのリュックみたいな感じで こっちでもつけれるし、ワンショルダーでこうやってあの肩から楽にこうやることもできるっていう。チャリ乗ってとかね、こうやってそうそうそう、ワンショルでやってもらうとこれだけで安いよ、うん、チャリ乗るメンバーもいるんでね、結構そういうそっち系のギア感が強い。で3レイヤーの防水になってるので、あのすごい裂きづらかったりとか、あのその機能面でもやっぱりすごい、うん、3レイヤーめちゃめちゃ強いので使えます。僕はあの前回のやつ毎日使ってますけど、全然すごいよね傷というかあの全然タフって、うん、でこのフロントのポケットも結構マチも深く広めにガツッと開けれるので結構入ります。これ、うん、ナップザックとバックパックの間っていうところで、僕らはナップパックって呼んでます。はい、またすぐ売れそうです。そうっすね、うん、早そう早そうね、はい、これはもう欲しい人全員持っといて欲しいけど、とはいえちょっと分かんない。そうですね、数に限りはあるし、結構まあ おかげさまで問い合わせもお問い合わせもいただいてるので、はい、皆さん多分心待ちにされてると思うんですが、っていう感じですかね。
そうですね、はいはい、で一発目のリリースは、うん、で25に、まあ、今紹介したこのラインナップが5型出るんですけど、まあ、そこから随時3回に分けて2022SS 出していくんで楽しみにしてください。で、なんか、ルックはもう出てるんで、ルックにこれいつ出るんだって気になる商品いっぱいあると思うんですけど、ちょっとそれはリリースというかインスタの方とかチェックして待っててもらえると嬉しいです。はい、結構ね僕に DM くださる人は多いんですけど、僕も把握してないんで僕も把握してないというか情報解禁という形で一個一個インスタの方でやっていくんで、アントレスの方のインスタをねぜひフォローしてほしいなと思いますっていう感じで、はい、いよいよもうね展示会も2回目ですけど、ここからですね。そうですね、ここからですね、毎年シーズン目からまたいろいろ。そうですね、だからキムさんがもうアパレル業界ずっと長い方なんで、もうキムさんがバイヤーさんにこういろいろプレゼンしてくださって今年からちょっとねアントレス躍進の年なんで、はい、だから最近知った方は多分そういう印象ないかもしれないけど、僕としては結構その漫画から発生して始まったアパレルだから、どうしてもなんかいわゆるアパレルブランドとして、うん、見てなかった人も多いかもしれないですけど、本当にもう見て分かる通りガチやんっていうなんか本気でやってるじゃんっていうのが徐々に伝わって、うん、それが評価につながればなと思ってるんで、今年はちょっと勝負の年かなと思っております。はい、本気でやってます。本気で、はい、マジです。言うとなんか嘘くせえよまあね、その実際作ったものでそれを感じてもらえればなと思ってるんで、そうですね、楽しみにしてください。はい、ぜひなんで頼むよリアクションで最後なんか締めてください。僕がですかお願いしますよ。いや、もう全部いい商品なんで、ぜひ、はい、おすすめです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。